皆さんこんにちは。日本人、兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年9月24日、22時55分、日本女子バレー代表の選手の方たち、こちらもだいぶ悔しい思いしています。もう心当たりがあるとしたら今日 の、 あの警察官のその動画を削除しなきゃならないっていう話なんですけども、詳細は、今日撮影した内容のところで言ってる内容とか、僕の足がね、その怪我してるところ、本当は怪我でいいんです。水ぶくれとかね、どれだけ歩き回ってるかっていうところ、その苦労が、なぜ撮影していたのかっていう意味とかを、警察官とかが分かっていない、で物事が全然しっかりと定まってないまま、ずっと、他人任せの社会が出来上がってる。で、今日も最終セット、最後心当たりがあるとしたら第5セット、昔もそうだったんですよ。他にもいろいろ要因あると思うんですけども、最終的にそういう流れになるのが、まず解説席のアナウンサー、男性アナウンサーが何言ってるか最初から最後まで聞いてたら分かります。日本が不利になるようなことばっかり言ってるから。で、途中でその男性を淡井圭介と同じ条件とかにしてね、やっと日本が点入れられたらね、相手チームに悔しそうな、残念そうな言い方にやっと直ったんです。それまで日本は点取られていて、楽しそうな表現の言い方にもの言うんですよ。君って何人なのって。いや、本当にいっぱいいろいろあるから。スポーツのアナウンサーがもともとスポーツしていたら、もう絶対そうなる。国際大会とか出ていて、海外の人と仲良くなって、本当にそんな賞金額もらってたのの話とかになるから。水面下でどんなことしてるかわからないから。最終セットが、第5セットまでもつれた時15点で終わるんでしたっけ。あれね、結局昔、僕はいろいろなことを申し上げてそうなったはずなんですよ。少しでも早く終わらなきゃならないから。エネルギーの残存量問題、もう長い間試合が続くだけみんな時間の無駄。だから最終セットが15点で試合の決着がつくっていうところが、久しぶりにバレーボールを、見ながら、その勝ち負けに行ってた。もう絶対いつも僕が軸にされてますから、もう僕は正直それから抜け出したい。で、僕はテレビつけた時だけに本当はしてほしい。そうじゃなかったら無理やり起こされたりするから、もう無理だから。そのルール殺されるから、本当に睡眠不足にされて。どうしても正直頭の中よぎりますね。何でルール法律とかは頭の中で考えていて、ちゃんとコンピューターもそれを受け止めている、現地にも伝わっている、今まで言ってきた言葉もある、エシロンも今まで淡井圭介が喋ってきた内容をストックしている、 WHO 世界保健機関がある、睡眠時間をしっかりと得ましょうという話がある、地球の裏側でパリでしょう。何年試合ありますってまだ分かんないでしょう。結果出てみなかったら順位とかで。もう夜中とか明け方とか無理、本当に。もうこっちフラフラに、もう毎日そんな状態で、だって睡眠時間ね、1日5時間が毎日連続だったら無理でしょ、みんな。それで法律名求めてくる裁判官、もう頭おかしいですよ。
で、それで今度精神病院にさせようとするんでしょう。その障害者の部分に関して、淡井圭介が原告だったとしたら、相手が障害的になってるとしたら、その人が障害者なんですよ。意味としてね。その体が欠損してるとか、精神的に障害だとか、そういうことを言ってるんじゃなくて、あなたたちがすぐに精神病院に行きにして、隠蔽しようとしていたから、もう結果そうなるんですよ、警察官とか。もうそれしてしまってるから。ある程度、一般人が怒っても、ごめんって多分警察官の方が言わなきゃならないですよ。で、正直ね、僕、その阪神・淡路大震災の前の時から、神戸市の長田区にある、あるじゃなくて、あった、当時はあった、その長田工業高等学校の別科という昼間の、職業訓練校みたいなところで、高卒の資格を得たいんだったら、2年生の頃から、定時制に行ってくださいよ、その代わり、工場の就職先見つけますよっていう学校だったんですね。で、まあ工業の世界から入った方なんですけども、その時の学校の先生の谷口先生っていう、当時、26歳で、担任は別の人ですね、島津先生で、島津耕作所の家系の人かなとか、まあ、いろいろ考えたりとかするんですけども、その当時はテレビの CM とかでしてたんですよね。で、まあ、谷口先生なんですけども、まあ、阪神・淡路大震災があった後、まあ、長田工業高等学校とかが、なくなって、少子化とかも原因あると思いますよ。神戸市中央区の、定時制の工業高校と合併しても、そこももう3つか4つぐらい、長野工業で4つ目かもしれない、3つ目かもしれない、それぐらい複数の学校が合併されてるんですよ。2010年までにもうそういう状態ですから、もう今その学校はどうなってるか知らないですけども、その谷口先生は多分警察官になったと思います。それは、大倉山の、図書館と体育館の間の交差点のところ、大きい方の、道路のところで、多分交通事故があったんでしょうね。現場で何か、もう検証終わった後、写真とか撮り終わった後の、ものを拾って、拾い集めていました。で、それ見た時に、一人で拾い集めてたから、手伝いましょうかって、その時全然わかんないですよ。後ろから見てるから。手伝いましょうかって言って、で、そしたら、あ、いいですよ、こちらにしときますからって言ってたんですよね。で、後から家帰る途中か、家帰ってからか、数日後に、なんかどっかで見たことあるなって思ってたんですよ。で、その人が、谷口先生で、間違いないでしょうね。で、まあ、学校の先生もいろんな人いますよ。正直ね、ラーメン太郎っていうラーメン屋さんが、神戸市のね、もう本音で話しましょう、本当の話。もう僕も真実だけでいいと思ってますから、自分がどんな悪さしたとかね、そのラーメン屋の横に、その車乗ってた頃、お腹空いて、あると思うんですよ、仕事終わった後、正直。で、車、路上駐車しながら、ラーメン食べちゃってたんですね。その時、その車に乗ってる時に、運転席の僕に胸ぐら掴んできた男性がいるんですよ。その人はもう学校の先生、その長田工業高等学校の定時制の頃の先生で、もう名前覚えてないんですけども、もともと、なんか物の言い方がすごい偉そうだったんですよ。やっぱりこうなったかって思いましたね、後で。で、胸ぐら掴んできて、なんか、ものすごい絡み口調で言われて、路上駐車が気に入らなかったのか、何なのか、警察呼びますよって言ったら、慌てて、なんか、引き下がっていったんですけども。いや、だから家購入して阪神・淡路大震災があって
て、何かストレスとかでそうなってしまったのか、まあ僕もちょっと自分に甘かった部分もしっかり認めます。で、もう車なんかだいぶ前から売却して持ってませんから、だからまあゴールド免許なんですけども、まあ、本当すいません。やっぱりお腹空いてる時でも駐車場に車止めなかったら、これね、シャープエンジニアリングで家電の修理、洗濯機とかエアコンの修理してる時に、神戸市の灘区か東灘区、お客さんの家の前に車止めていたら駐禁取られました。ほんと、あの緑の制服着た人たち。ねえ、本当にもう。で、それね、正直ね、どの辺に、ちゃんと僕、もうそこで駐禁切られてから、家電修理であっても、ちゃんと駐車場に車止めてるんですよ。駐車場代かかるんですよ。で、出来高の話で、シャープエンジニアリングの仕事が、一件家電の修理ができたら5000円なんですよ。わかります？修理できなかったら、お金もらえないんですよ。わからないんだったら他の人に行ってもらうわっていうことになるんですよ。怖いでしょ。そりゃ頑張って覚えようとしますよ。現場で、シャープエンジニアリングのね、正社員の人に、電話、正社員の人だと思いますよ。しっかりしそうな人に電話かけて、あれこれ聞こうとするんですけども、正直今無理とかいろいろあるんですよね。みんな状況的に。みんなも現場で修理してますから。いろんな人たちが。だからいろんな人の電話番号を教えてもらっておかなかったら絶対無理ですから、最初の方、特に。それ、あんまりほとんど、洗濯機分解もエアコンも分解したこともない人間がいきなり現場行きますから、その条件で。そこで駐禁捕まって、もうね、本当、正社員雇用してあげなかったら絶対無理ですって、働いてる人たちの方が追い込まれますから、だから歩合出来高日給人材派遣業法なんかいらないっていうことを岸田政権に言ってます。あと、個人情報保護法とか特定機密保護法案とかコンピューターの電波の設定があるから。で、あと、ごめんなさいね、対象がなんか全然違う話になって、日本代表の女子バレーの皆さん。もう話これぐらいにしておきます。話し始めたらもうキリなくなりますんで。本当にもう世の中めちゃくちゃです。一度岸田さんは1年以内にできるっていうことを小声でボソッとは言ってくれてるんですよ。その削除ね。法律の削除いらない法律。ただしこれは多くの国会議員の人たちが投票に賛成してくれなかったら無理ですから、全員守り入ったら無理ですよ。で、もともとその役員の人たちが覚えておかなきゃならないのは、法律的に本当はしっかりとした売り上げがなかったら、ボーナスとか出さなくてもいいんですよ。住居手当とか扶養手当。本当です。けど今正直いろんなアルバイトとかの募集とかそこからさせられるでしょう。正社員雇用なんか中途採用でなかなかまずないでしょう。大体、厚生年金、社会保険入りますか入りませんかの話を人材派遣会社の人間は何回も聞いてくる。こちら入るって言ってるのに何回も聞いてくる。水面下でどのような話し合いをされているのかわからないですけども、厚生年金は半分会社の負担じゃないですか。で、厚生年金、社会保険入ってる金額の方が圧倒的に大きいですから、国民年金でかけてるお金よりもね、国民年金なんか一月1万ちょっとしかかけてないでしょ。最終的に2000万か2500万円ぐらい、トータル的に、厚生年金も国民年金とか他の年金も含めて、国民年金基金も入ってる人は入ってますから、これ入っといた方がいいかなって、所得税の控除とかを考えてって、仕事あるうちに行って、もう、2000万か2500万ぐらいかけておかなかったら、一月の給付額は15万に達しないんですよ。本当です。一回マクロスライド経済になった時、あれは何年だったかな。一回法律で本当に65歳、
以上からの支給に変わってしまった時期が一回あったんです。それから法改正さ、もう一回法改正されて、60歳からでも受け取れるか、もしくは65歳まで延長して働いて、支給額を、一月あたりの支給額を大きくするかの話なんですよ。だから掛け金に対して、一月、あといくら払うかっていう話になるんですよ。だからそれが、だから、65歳まで踏ん張られると若い人たちに仕事絶対回らないんですよ。だって2002年の竹中平蔵さんが経済産業省の大臣だった時に、その時はね、サンパレスロッコで勤務してました。竹中平蔵さんの方が会いに来てくれましたから、実際話してます。で、教えてくれました。正社員雇用者数は2400万人台の人数しかないって。その頃から。その頃からですよ。今あると思います？どう思います？皆さん、少子化がこれだけ進んで経済的に考えて絶対無理でしょう。いや、だから僕が絶対、あとカジノ法案とか、あ、違う、カジノ法、あ、訂正、IR 法、短く言うと、だからああいうふうな法律、いらない法律徹底的に全部削除していかなかったら無理ですよ、この世の中。一法律だけで動く本当におバカさんな人たちがいますから。ごめんなさいね。なんか日本女子代表に向けてのメッセージのはずなのに、なんかもう政治家の人たちに言ってるのか、一般人の人たちに言ってるのか、警察官の人たちに言ってるのか、裁判所の人たちに言ってるのか、もう本当はもうみんなに向けて言ってるような話になるんですけども、どこの国も同じ、もう絶対無理だから、そんなことしたら、本当に極端な少子化になって、後でどうしようもなくなるから、死体がゴロゴロ出てくる話になるから、孤独死の人たち。わかんないから、警察官も本当は。それは僕は足怪我したところを撮影してる、その水ぶくれのね、赤くなってる、もう片一方右足と左足撮影しますから、その歩き回った内容は一瞬にして、不意になってしまうようなことを言われてしまいました。それしてしまうと自分たちが死体をその処理しなきゃならない立場になるっていう、昔からもうそれ決まってるんですよ。申し訳ないですけど、警察官の方たち因果応報みたいな形だから、もうそれ絶対警察官が行かなきゃダメですよって、もうそこまで言ってしまってるんですからの話になるんですよ。まあ、それはその撮影したことを咎めたりしたその内容について、他の内容とか言った時にね、その撮影に関してそれ本当にみんなで考え方改めた方がいいと思いますよ。なかなか言いませんよ。だって1年間で16,000、自分から払わなきゃならないんですよ。16,000以上。そんなことまでして、建物の亀裂が入っていて、その、ね、法律あるんですよ。阪神・淡路大震災の後に出来上がった法律。震度5強ぐらいか6ぐらいで、その倒壊する恐れがある建物は解体しなきゃならないっていう法律あるんですよ。それ作ってもらったんですよ、阪神・淡路大震災の後。だからもういろんな人言いますよ。本当はそんな法律なくてもすっと国が解体するものやって。で、どうでもいい建物ずっと作ってる。で、銀行はお金貸してる。カジノ、大阪万博、三井住友銀行は5000億円以上、5500億円ぐらい今のところ。もう数字後でどうなるか分かんない。で、アメリカの企業は5500億円、それで 40% ずつの出資。じゃあ残り 20% を誰が出してるんですっていう話で、来場者数が2000万人とかわけわかんないこと言ってるんです。本当にその数字に達するっていうことは日本人がほとんどを占めるっていうことです。私が中国政府とか、他の国に、近隣の国に、まあ、日本へ、旅行に来てくれませんかっていうことを呼びかけて、日本のね、被災したところとかを、本当はそういうところ見てもらった方がいいって、それ本当だからって、日本で起きてる現状ってって。で、それで、その呼びかけをするまで、1年間で1000万人なんか、海外からの旅行のお客さんいませんから。一人の人間が7日間滞在して7人なんです、計算式が。
2000万人も来る？で、日本人が銀行からお金借りて、日本の企業が5000億円以上払って作って、日本人に1兆円以上負けろっていうことを、ギャンブルで、あと入場料で、訴えられなさい、先にアメリカの持ちかけてきた企業。カジノ、世界中のカジノを運営してる会社が倒産したらいいんですよ。銀行と証券会社に詐欺があったって、1920年に大恐慌でみんな習ったでしょ。アメリカの議会で認定されてるって、巨大な横領罪で、いろいろ隠しようとしていたら隠蔽とかいろんな内容ついてきますよ。証拠隠滅とか、ほーら、裁判所でおかしな法律がある、証拠を受け止めるね、裁判官が断れるみたいな内容はあるけども、他の法律でそれしてしまったら証拠の隠滅ね、裁判官も捕まるでしょ。田中角栄が捕まってるんですから、元総理の、もうお亡くなりですけど、僕は生まれてくる前の総理でしたから。一応僕も未来から言った方、それはその人捕まるわ。ロッキード社と5億円以上の横領してるって、当たり前の話やって。しかも僕は生まれてくる前って言ったら、第二次世界大戦からあんまり間もない時期、ものすごい数の人が怒ってたと思う。だってその当時、第二次世界大戦の頃の総理だった東条英機の孫なんて学校の授業を受けさせてもらえなかったらしいですよ。すごい差別で、東条英機の一族が悪いんだっていうことになって、らしいですよ。だからどこからどこまで本当の話か分からないから、そのイ・ミョンバク大統領がね、2000年の頃の2002年の、アフリカの方かな、アフリカの大会の頃の、あの日本のサッカー代表の、岡田監督、あの人、イ・ミョンバク大統領と顔似てます。イ・ミョンバク大統領の頃が目が開眼しない時、目が細い状態。竹島上陸、そこ日本の領土。国際法に違反するから。で、もともと日本人の人は、韓国の大統領になってて、本当は日本に逃げてきたかったのかもしれない。だけども、そんな人に回ってくる仕事は、日本のみんなの税金使って、それがバレてしまった後のサッカーの監督代表。そのお金の使い方とかもバレたら、本当はサポーターの人たちとかにバス囲まれてるから、J リーグの選手。お前らこのスタジアム一体どうするつもりなんだよって、お前らのこと知ってんだよっていうことで。これが本当の話。どうせみんなに嫌われる。そんな無邪気なお金の使い方してたら。で、岡田監督も、この顔でいいですとは言ってた時あるから、その岡田監督かイ・ミョンバク大統領にその似てる人は、2022年のサンパレス六甲、12月ぐらいかな、11月下旬かな、それぐらいの頃に入院させられた時、一番最初その人が出てきてますから。その後、高永医師の方がいいでしょうって言って、他の看護師に、で、高永医師になってるんですよ。その人、副院長になってる。淡井圭介を何回も入院させた時の担当の医者が、副院長とかになってる。公用病院も同じ。松永っていう人間。その松永っていう人、顔が変わった状態で精神病院の医者を敷いたのか、ボクシングの井上尚弥の会長、ボクシング協会の、橋本だったかな。その人と顔が似てます。で、それバレて、その、公用病院の松川っていう時の顔で、そこの春山整骨院の、あの営業時間帯の看板を撤去してる。中の1名。それをしてたのが、1名は、日本のサッカー代表の東野、ずっと金髪。そいつ本当に髪の毛染めてるから。目視で確認したから。
多分相当な悪党。そこまでバレたら。もう無理、日本代表なんか。絶対代表じゃないから。以上、通報でもあります。こういうふうにしといて誰かに動いてもらわなかったら、もう僕としては絶対無理。訴訟費用の話しました。本当に僕生活保護者です。もうお金そんなに出せません。他の人で何とかしてください。以上です。